2月27日、道後商店街で防火パレード、僕らはちびっこ消防隊が開かれました。これは松山市東消防署が毎年この時期に行っているもので、パレードには道後聖母幼稚園の園児およそ40人が参加しました。法被を着た園児らは明るい音楽に合わせた元気な行進で、観光客や宿泊施設の関係者に火の用心を呼びかけていました。またパレードの後には昨年オープンしたばかりのホテル小涌園はるかに移動し、園児が従業員に火災予防啓発のパンフレットを手渡しました。消防隊の皆様、今日はありがとうございました。十分に火事に気をつけて、進めていきたいと思います。本当にありがとうございました。最後に園児らは松山市東消防署が用意した災害時に取るべき行動が載った防災教育用カードゲームで楽しく遊びながら自分の身の守り方などを学んでいました。この時期は火災の発生しやすい時期になりますので、火の元には十分気をつけていただきたいというのがもうメインになってまいります。はい、一番は園児の皆さんのまっすぐな思いが町の皆様の心に届き、火災予防に努めていただくというのがメインになってきますが、このことによって、道後の町をみんなの力で守っていきたいと思っています。3月1日から3月7日は秋季全国火災予防運動週間となっており、松山市東消防署では火の取り扱いに十分気をつけるよう呼びかけています。